灰原町は、かつて、奈良県宇田郡にあった町。2006年1月1日に合併で、宇田市が発足し、自治体としての灰原町は廃止された。2011年3月までは、宇田市の地域自治区として、灰原区が存在した。奈良県中東部に位置し、四方を産地に囲まれていた。町の北部を、近鉄大阪線や国道165号が横断していた。 宇田地区の中心となる町だった。大和高原の南端に位置していた。町内を流れる宇田川、吉野川周辺の平坦地と、それを取り囲む山地で構成される。平坦地の部分でも、海抜300メートル前後であり、周囲の山は600から800メートルだった。大和高原の南端に位置し、奈良盆地との標高差も200メートル以上あることから、 盆地ではなく抗原性の気候区分に属する。夏場は奈良盆地に比べれば幾分涼しく、冬場には凍結、積雪などの状況にも見舞われる。雨量も比較的多い。しかし近年の温暖化のため年々極寒の日は少なくなっている。出展、宇田市公式サイト、宇田郡六町村による宇田地区合併協議会を設置したが、ソニ村と三重村が離脱して、 合併協議会が解散した。その後、残る4町村による合併協議会を設置され、2006年1月に宇田市が誕生した。林業、農業を中心とする。これに加えて、軽工業の工場も散在している。ありがとうございます。